はい、どうもこんにちは。インスタグラムで使えるフレーズと投稿してる久保田です。よろしくお願いします。はい、今日もね動画撮影していこうと思うんですけど、今日は7月28日の金曜日ということでね、今週も1週間お疲れ様でしたということで、僕も頑張っていきたいなと思うんですけど、もう8月ですね。言ってる間にねって言ってるともうね、最近めちゃめちゃ暑くなってきて、まあ、最近暑い話ばっかなんですけど、もう昨日とかも39度ぐらいまで上がってて、で昨日はちょっと忙しかったんでずっと家にいたんですけど、もうクーラーつけないと倒れると思ってね。なので昨日はもうちょっと扇風機だけやったら足らへんなということでクーラーつけて作業したんですけど、まあ、今日もね、ちょっと今もお昼なんですけど、さすがにちょっとしんどいんでね、クーラーつけながら作業していこうかなという感じで思ってます。皆さんもね、まあ、前も言ったんですけど、今ね室内でも熱中症とかあったりするみたいなので、ぜひね無理せずに快適にね過ごしてもらえたらと思います。で今日もねまた他の話もしたいなと思ってて、僕が勉強するとき、英語の勉強するときって、まあ、YouTube を使って勉強することもあったりするんですけど、皆さんどんな動画を見てますか？よくね、まあ、有名な方だったりすると共通することがあったりすると思うんですけど、まあ、ある程度ね、こう、レベルが上がっていったら、僕がおすすめしてるのは、ネイティブの動画、もう、例えば、ネイティブのカナディアンとか、あるいはアメリカンの、人の動画、例えばよくね、Vlog とか、毎日こんなことをしてますとか、あとはね、僕がよくやってるのが、なんか、How to stay motivated、まあ、どうやってモチベーションを保つかとか、How to save money とか、どうやってお金を貯めるかとかっていうのを、英語で検索して、出てきたのを、もう、英語で見るって感じですね。なのでその動画って基本的に日本の方向けに作ってないんで、ネイティブの方向けのめちゃめちゃナチュラルなスピードで話してることが多いんですよね。っていうのでそれをやると新しい単語とか、あるいはスピードに慣れてきたりするので、まあ、大体聞ける内容っていうのが7割8割ぐらい理解できるなって思ったら、まあ、そういう方法もね試してもらうと効果的になるかなと思うので、ぜひ皆さんもね、もしよかったら試してみてください。じゃあ今日もね、英語の話に移っていきたいなと思うんですけど、今日は今のことにね、引き続いてちょっと発音の話をしていきたいなと思います。今回はある発音を取り上げて説明していくので、これもね、日本の方、大体僕の感覚で言うと、8割ぐらいの方ができてない方が多かったりするので、ぜひね、今日学んで皆さんもマスターしてもらえたらと思います。じゃあまず最初に見てほしいんですけど、こちらの単語。これね、皆さんなんとなく意味はわかる方も多いと思います。これ日本語で言ってもボタンですよね。ただこれ発音をするときは注意が必要になります。まあ、今回ね説明していく発音っていうのも必ずできないといけないっていうよりかは、よりこれをね発音できるとネイティブの発音に近づくということだけね覚えてもらえたらと思います。なので最悪ね自分が上手に発音できなくても、誰かが言ってる時にあ、これこういう風に発音してるんだなっていうのを理解できるレベルまで持っていけたらと思います。じゃあこれね早速なんですけど、この発音記号で見るとこんな感じになってるんですね。でこれ発音記号を見てもなかなかわからない方も多いと思います。別にそこまで知らなくてもいいかなと思うんですけど、これ発音記号通りに読んでみるとバッチンバッチンのような感じになります。最初は日本語のアに近いような発音になります。バッバッで、次の TN の部分なんですけど、これが今回の注目点になります。実はこれ TN っていうのが重なるとき T の音を発音しなくなるんですね。ってことは今のバッチンっていうのがね、この T がなくなるとどういう感じに発音されるかっていうと、バッン、バッン、こんな感じになります。そのまま、んの音に行く感じですね。バッン。皆さんね、この説明を聞いて、ほんまかいなって思う人もたくさんいると思うんですけど、ぜひね、ネイティブの動画で、何か動画見てもらって、大体ね、動画の中で、いいねボタン押してねとかっていうことがあるんですよね。それ英語で言うと、こんな感じで言うことができるんですけど、これ発音してみると、hit the like button っていう感じでね、言ってる方が多いです。ここのね、バッンの部分をバチェンって言ってるのはあまり僕も聞いたことがないような気がします。なので特にね、ネイティブのアメリカンとかカナディアンだったりするとこんな感じで TN が重なるところは基本的に T の音をなくして発音するっていうのを覚えてもらえたらと思います。じゃあね、この T の音がなくなる単語っていうのも実はめちゃくちゃあったりするので、今日はね、いくつかその中でも使うものをここに取り上げてみました。なのでね、今日は一緒にそれを勉強できたらと思います。じゃあね、これ発音記号も出しとこうと思うんですけど、先ほどみたいにね、この部分 TN ってなってる部分はね、T がなくなるんですけど、 T シュア N、 この E の逆みたいなマークですね、これが入ってる時も同じ感じで T の音がなくなります。なのでね、それも T がなくなるんだなっていう感じで覚えてもらえたらと思います。
じゃあまず最初のね、一番上のやつ、先ほどの復習からいくと、これバッテンって発音するよりも、バッン、バッン、そのままバーの後はんに移動するイメージですね。バッンのような感じになります。じゃあ次の大切だという意味の important なんですけど、これもこの t シュワ n の部分の音がなくなるので、どんな感じで発音されるかっていうと、important、important、こんな感じになります。めちゃめちゃ違和感ありますよね。でもアメリカのネイティブの人はね、もうほとんどこんな感じで発音されます。で、実はこれもう一つ注意点があって、この最後の T も発音されてないんですね。基本的に T が最後に来るときって音がなくなることが多いんですけど、この NT の並びになるときも T の音はなくなります。なのでね、他のんで言うと、インターネットとかっていうのもね、よく皆さん使うと思うんですけど、この T もなくなるんですね。NT になってるので T がなくなって、インターネット。イナネットな感じになります。なのでね、今回はちょっと違う部分なんですけど、 T シュワ N もしくはこの NT の部分もね、 T がなくなるので2つとも T がなくなります。なので important important R のままそのまま N に移動するイメージですね。 important そんな感じで覚えてもらえたらと思います。じゃあ次の単語がこちらになります。日本語だったらね、 mountain mountain っていう感じで言うと思うんですけど、これもこの音がなくなります。この T の音がなくなって mountainマン、うん、これめちゃめちゃ違和感ありますよね。これ僕も実際に最初聞いた時に何を言ってるか分からなかったんですね。マン、うん、って何のこと言ってんのって聞いたら、マウンテンだよって言われて、そうなんだっていうのをね、驚いた記憶があります。これもね、実際にネイティブの方はこんな感じで発音することが多いので、マウンの後に言いにくいと思うんですけど、ちっちゃい通を挟んでまたうんを伸ばす感じのイメージをするとちょっとでもね、発音しやすくなるかなと思います。マン、うん、マン、うん、こんなイメージですね。慣れるまで難しいと思うんですけど、この中でも一番よく使うのは個人的に important とかだと思います。なのでね、これでだんだん口を鳴らして練習してもらえたらと思います。じゃあ今日もね、いくつか例文を使って練習していきたいと思うんですけど、じゃあ今回はね、発音に意識していきたいので、まずこの英文を見てもらいたいと思います。皆さんこれなんて発音するかわかりますか？これ英語で言うと、hit the like button, hit the like button。これね、今回はこのバッンのとこが TN の音で T がなくなります。なのでそれを注目して Hit the like button って感じで発音してもらえたらと思います。じゃあこれもね、他の発音もちょっと見ておこうと思うんですけど、まず Hit the の部分ですね。この Hit の T も破裂音になるので、次に母音が続かないときは音がなくなります。なので Hit the じゃなく Hit the、Hit the になります。Hit the like button。じゃあね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、それは大事だよねとかっていう時のこちらですね。これなんて発音するかわかりますか？これ英語で言うと、That's important. That's important. こんな感じになります。一番大事なのは先ほど説明した important の部分ですね。tant にならずに important。このままね、important って感じでね、んに続くイメージで発音してもらうと綺麗にできるかなと思います。で、他の注意点としては、that の部分ですね。これも th の音になるので、上下の歯で下を挟んで、that's, that's important なら感じになります。じゃあね、引き続き行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、僕たち山に登ろうと思うんだっていう意味のこちらの例文。これなんて発音するかわかりますか？これ語で言うと、we're gonna climb a mountain.We're gonna climb a mountain のような感じになります。これもね、やや難しいと思うんですけど、まずね、これも一番大事なのが最後の mountain の部分ですね。mountain の後に言いにくいんですけど、ちっちゃいつを挟んで、んで伸ばすイメージ。mountain、こんな感じですね。で、他の注意点で言うと、まずこの we are going to でね、これ未来のことを表す、まあ、予定の意味として使うことができるんですけど、これも we are going to、going to の部分をね、省略して gonna っていう感じで発音することができます。で、we are も省略して we are、we are になるので、we are gonna、we are gonna になります。we are gonna climb a mountain のような感じになります。これをね、まあ、自分が発音できなくても聞こえるようになると、あ、この人 we are gonna 未来のこと言ってるんだな、で、mountain 山のこと言ってるんだなっていうのが理解できるようになるので、意識してもらえたらと思います。はい、そしたら今日はこんな感じで button important mountain っていう感じで、この tn がなくなる時のルールについて説明させてもらいました。これもね、日常でめちゃめちゃ使うスキルになるので、ぜひ皆さんも覚えてマスターしてみてください。はい、そしたらまた次の動画でお会いしましょう。 Thank you for watching. Have a good one and see you later.